やっぱり今農家の人も消費者の目線に立ってやっていかなくちゃいけないんです。その中で福島県内全袋検査今やってますけども、全袋検査やっておそらく今日本一福島県の米が安全なのは間違いないんですよ。ただ福島県で消費者の安心がまだ取れてないんですよ、福島のものとしては。だから安心につなげるためにもこの農地除染をしっかりやらなくちゃいけないんですよ。除染方法が2種類あるんです。これ新興産業っていうのと反転耕産業っていうのを2種類あって、結局新興は20センチでの深さで除染をしていく、あと反転耕っていうのは30センチの天地替えをしていくっていう、その2種類があるんですけど、私たちでいうのチームでやってるのが進行の方の20センチの方のなんです。ただ産業としては最初にゼオライトの散布、ゼオライトの散布、これ一旦分に200キロですか、一旦分に200キロゼオライトを散布して、で20センチ掘り起こすんですよ。20センチ掘り起こして、で今度その後に計算カリを散布、この計算カリの散布も大月の町の中でも降る量はバラバラなんです。それは郡山市が山頂部に1箇所土壌診断をして、そしてここが高いここが低いっていう、そういうのできちんとした業者が一旦まで、じゃあ何キロ振ってくださいってことで出てきた数字をもとに私たちが計算カリをその規定量を入れる、で最後ロータリーで仕上げるっていう、その工程なんですけど、ただその4工程の中にはその前に空間線量を測ってとか、採用する前の写真を撮ってとか、そういうようなことがあるから、まあ正直6人いても回らないくらいの作業ですよね。だからやっぱ県外の人とかに安全だけども食ってみろって言っても、その人が福島のものを安心してね限りはやっぱりその人は安全だとは思えねえんですよね。うん、だからやっぱそういうこととして、今度は安全は取れながら安心を得るためにやっぱこういうことをやっていかないと、やっぱり風評被害は消せていけねえなっていうのはありますよね。